ジオテオゴニアを出発した私たちを待っていたのは、とっても強い魔物たちと燃え盛る世界でした。次回プリンセスコネクトリダイブ第3部5章、ジオゲヘナとレンカの不死鳥。もう一度君とつながる物語、あなたがこの世界のプリンセス？